どういうことですか、五木さん。俺たち何にも聞いてないんですけど。そうっす、ひどいっす。五木さんが何をやろうと俺たちがとやかく言える権利はないが、これは裏切りだと思うぜ。すみません、彼らがどうしても五木さんと話をしたいと言い出しまして。せめて一言事前にお話しいただければよかったんですが。五木たちが何か言い合っているみたいです。喧嘩なら止めなければ。マスター。な、あいつっす。あいつが五木さんを引き抜いたやつっす。おいお前、五木さんに何をしたんだ。スコードロンのリーダーを引き抜くなんてやりすぎだぞ。僕が誰かの言いなりになるような人間に見えるかい。あくまできっかけになっただけ。どういうことだ、五木さん。飽きちゃった。君たち僕に依存しすぎ。僕に楽しませてもらうんじゃなくてさ、自分で楽しまなきゃ。それはなんてね。ま、たまには他のスコードロンで遊ばせてくれよ。退屈になったらまた戻ってくるからさ。あ、遊びなんですね。それなら、まあ。早く戻ってきてくださいね。待ってるっすよ。わかってくれてありがとう。悪いけど、今日は用があるから引き上げてくれないかい。了解した。それでは失礼する。本当にお戻りになるのですか。嘘は言ってないよ。つまり我々には飽きたということですね。やだな。パイソン君は別さ。君だけは頼りにしているよ。彼らが暴走しないよう適当に相手しておいて。たまにはこちらのホームにも顔を出してください。うちにはあなたを慕う人間が集まっているのですから。五木さんをよろしくお願いします。五木、大丈夫ですか。ああ、僕は全く大丈夫さ。彼らは誤解してるんだ、僕が英雄か何かだとね。でも僕はどちらかというと魔王タイプなんだよ。そんな心配そうな顔をしないでくれ。君のスコードロンに入るのは僕の意志さ。君といれば僕は退屈から解放されるかもしれないなんてね。彼らのことを責められないな、僕は。いや、気にしないでくれ。こっちの話さ。それより今からどこかに行くのかい。僕も一緒に行きたいな。いや、狩りにでも行くのかい。君とのクエストならいつでも OK と言いたいところなんだけどさ、今日はちょっと気になることがあってさ。君の中じゃ俺ってそう見られてるのか。いや、そういうのじゃないぜ。と言ってもまあ、言ってしまえばレアアイテムの噂を聞いたってだけのことなんだけど。でもそのアイテムが貢献だっていう話でさ、
そりゃこの世界では銃がメインってことは分かっているけど、やっぱり俺剣の方がしっくりくるんだよ。コレクションには大して興味はないけど、本物の名剣があるんなら手に入れたい。たとえフォトンの刃でもね。もしかしてテストってくれるのか。正直ちょっと戦力不足は感じてたんだ。ありがとうな。あ、でも肝心の貢献は分配するってわけにいかないし、今はクレジットもあんまり。いや、でもこの機会は逃したくない。とにかく今は手伝ってくれ。お礼は何か考えるから。ありがとう。じゃあ行こうか。ストップ。待ってて、気配がする。この道の奥、多分敵だろう。カズマ、これは面倒だな。隠れ場所のない一本道で待ち伏せか。正面から行っても体に穴が開くだけだぜ。と言って素直に打ち合いなんかして造園を呼ばれても面倒だし。なあ、一つ提案があるんだが、ここは俺におとりを任せてくれないか。冒険で防ぎながら走れば一気に距離を詰められると思う。向こうも迎撃のために顔を出すだろうから、君はそこを撃ってくれ。精密射撃で倒すのでも、弾幕で制圧するのでもいい。合わせる。分かった。それじゃ行ってくれ。3、2、1、ゴー。よし、うまくいったな。とはいえ結構やられたな。あんなに陣が厚いとは。考えてみたら、貢献を獲得するダンジョンなんだから、貢献使いの対策してあるのは当たり前だったよな。援護助かったぜ。俺一人で来てたら下手したらここで終わってた。まだまだ気は抜けないけど、君とならクリアできる気がするよ。さて行こうか。これは間違いない、貢献だ。ずいぶん苦労させられたけど、ようやく手に入ったな。7つの特殊能力がついてるな。こいつはレアリティもすごいぞ。これで狩りの効率も格段にアップだ。ありがとな、君のおかげだよ。本当にどんなお礼をすればいいか。こいつが2本出てきたなら喜んで片方譲るのにな。そうだな、興味があるなら教えるよ。それでお礼になるかどうかはわからないけど。さて、それでは極意を授けようと言いたいところだけど、視線から予測線を予測するっていうのはもう話したっけ。あとは研ぎ澄ませるだけなんだし。よし、じゃあ外で練習しようぜ。どっちみち体で覚えなきゃいけないものだしな。そうと決まれば早速脱出だ。うん、こんなところかな。これで基礎は体得できたと思う。あとは実践で高めていけばいい。ありがとうな。剣にも興味を持ってもらえて嬉しいよ。 GGO じゃ主流とはとても言えないしさ。もしも君がもっと剣の世界を見てみたいと思うなら、剣が主体のゲームもあるから、そのうち紹介するよ。あ、もちろん君が良ければだけど。よろしく。よし、じゃあ剣の魅力をもっと知ってもらわないとな。クエストがあったらどんどん誘ってくれよ。しっかり腕を振るわせてもらうからさ。
こんにちは。ログインしてたのね。どう？ちゃんと稼げてるかしら。私はほどほどというところ。上が見えている気はするけれど、もう一つ届かない感じよ。お互い頑張りましょう。努力していればいつかね。やあシノン、ここにいたんだね。シュピーゲル？ああ、僕さ、伝えたいことがあって探していたんだよ。そう、用事ならメールをくれればよかったのに。せっかくだし直接会って話したかったんだ。教室の姿じゃない GGO のシノンを見たくてさ。そう、でもここで学校のことを話に出すのはやめてよ。おっと、そうだね、ごめん。うん、それで伝えたいことって？そうだった、聞いてよシノン、もしかしたら最強の狙撃銃が手に入るかもしれない。どういうこと？レア狙撃銃をドロップするやつが現れたってこと。ダンジョンにそういうボスが出るようになったっていう話なんだ。拳銃だの短期間銃だのをドロップするボスは今までもいたけど、今回は狙撃銃の番じゃないかって。多分まだほとんどの人は知らないはずだよ。今までの例から言って、こういうボスはポップ数に限りがあると思う。ドロップ率だって高くはないだろうし、早めに行動するほど有利になる。だから急いだ方がいいよ。ほらこれ、ダンジョンの座標。ありがとう。でもいいの？もちろんさ。だって僕はシノンに GGO 最強のプレイヤーになってほしいんだから。強力な武器があればシノン一人でどんな敵にも対処できる。そうすればわざわざ仲間に頼ることも合わせることもない。本当の本当は僕も一緒に行きたいんだけど、この後兄さんと大事な約束があってね。ついていけないのは残念だけど、シノンが銃を取り逃すよりはいい。それじゃ頑張ってね。応援してるよ。行っちゃったわ。どうかしら。別にそんなこともないと思うのだけど。まあいいわ。それより今はこの情報よね。強力な狙撃銃、正直すごく興味あるわ。たとえ推測に過ぎない話だとしても、私は強くなりたい。早めに行動するほど有利になるっていうのは彼の言う通りだと思う。ほとんどの人が知らないっていうのは何人かは知っているってことだわ。すぐにでもこの座標に向かわないと。あ、虫のいいお願いなのは分かっているけど、手伝ってもらえないかしら。もし本当に狙撃銃がドロップしたら、あなたにそれを渡すことはできないわ。でも埋め合わせはするから。ここね。もらった座標が正しければこの部屋のはずよ。いるわ、あれね。大きい。それにあの名前、間違いない。こいつがシュピーゲルが言っていたボスだわ。動かない。まだ感知範囲の外なのかしら。それならちょっと試してみましょうか。遮蔽を取って狙撃してみる。ここでいいかしら。ごめんなさい、しばらく静かにしていてね。聞いていないわけではないわね。少しは通る。でもこれは簡単に勝てるような相手じゃないわ、そもそも勝ち目があるのかどうか。
一旦撤退。あ、そうね、ここで戻ったら何をしにここまで来たのかわからない。私だけじゃない、あなたもいるなら勝機は五分半分もあれば十分だわ。ねえ、あいつは強敵よ。それでも一緒に戦ってくれる？ありがとう。私はここから狙撃に徹するわ。一番得意なことだから。あなたも自分の戦い方をして、お互いに力を合わせていきましょう。敵の攻撃が偏っちゃうかもしれないけど、ちゃんと支援するわ。もちろん本当に危なくなったら下がってよ。勇気と万有は違うんだから。よし、始めましょうか。頑張りましょう、戦友。行きますよ。
せてもらいます。はあ、リローディング。倒せた。レイ、ありがとう。まだちょっと頭が切り替わらないけど、本当に…そうだ、ボスのドロップ確認しないと。マテリアルライフル、ティアマト。すごい威力と射程。その分、重量も要求ストリングス値も莫大か。確かにこれは最高レベルの狙撃銃ね。うん、あなたのリアルラックにあやかれたのかもね。改めて言うのもちょっとあれなんだけど、ありがとう。こうして無事に勝てたのはあなたのおかげよ。私だけだったら攻撃力も耐久力も足りなかった。そもそも挑んだかも怪しいわ。あなたが、仲間がいたからこうして戦えたんだと思う。
評価してもらって悪い気はしないけれど、そもそも足りないって思ったからここに来たのだし。そう、足りなかった。でもこれでこのティアマトで強くなれたなら、シュピーゲルは強くなれば仲間に頼ることもないなんて言っていたけど、私は仲間は仲間、頼ったり頼られたり、それは強さとは関係ないことだわ。強くなるのは仲間から離れるためじゃなくて、仲間に報いるため。私は今までみんなにたくさん支えてもらったから、今度は私がみんなを支えられるようにって思ったの。え？ありがとう。ちょっとらしくなかったかしら。あのね、誤解しないでほしいのだけど、私にも個人的な目的はあるからね。頑張りたいこと、克服したいことがあって、そのために強くなりたいっていう部分ももちろんあるわ。聖人君子なんかじゃないんだから。私はさ、そろそろ戻りましょう。レア武器を持っているのだし、まだまだ気を抜けないわ。多少の遭遇は覚悟して、最短距離を。ごめんなさい、私さっきの戦闘でほとんど弾を打ち尽くしていたわ。ティアマと思ったら重量限界ギリギリになったし、これの初期装填分しか打てないかも。ね、私たち仲間よね。その、ありがとう。この借りは活躍して返すから。